福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズのゲームを、バッターボックスには亀井が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、打ちました。足立アウト、2アウト、2アウトランナー2塁となりました。9番バッター山田、先ほどの打席で逆転となるスリーランホームランを放っています。ファーボールのランナー、ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁し打ちました。セカンド取る、アウト、スタンドのファンも沸いています。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか？バッターは悔しいでしょうね。かなり難しい打球だったんですけどね。バッターボックス宗、ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース決まってストライク、打ちました。ファウルになります。これが3球目、見逃して三振になります。ワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となります。